はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber、アナちゃんこと穴澤雄介です。チンアナゴのアナコです。本日は水曜日、面白福祉の時間です。さあ、今日はですね、全盲の人に何かをスマートに手渡す方法というお話をしたいと思います。ね。何か私のような全盲の人に、ね、手渡したい。でも全盲の人気づいてくれない、ね、もう差し出してるのに気づいてくれない、受け取ってくれない、どうしようみたいなね、はい、そんな風に思う方結構少なくないみたいです、ね、どうやったら手渡せますか？どうやったら手渡せる？簡単だよね。これ渡したいんですけど、あるいはお手をよろしいですかとか言えば簡単に渡せるよね。そう、言葉で言えば簡単に済むことなんですよね。誰でも分かりそうなことでしょ。でも誰でも分かりそうなことなんですけど、意外とこれ皆さんとっさには思いつかないみたいなんですね。以前名刺を渡す渡さないみたいなのをこの時間に取り上げましたけど、その時にもねお話ししましたけど、ご挨拶に来て、この人今もしかして名刺差し出してるのかなみたいな。でも私はね、その人を差し出してるかどうかわからない。もしかしたら名刺出してるわけじゃないかもしれないのに、出してないかもしれないのに、こうやって、ああ、穴澤ですってこうやって手出すわけにいかないですよね。めちゃめちゃ変な人になってしまうから。そう。だから、ああ、これもしかして名刺かなって思った時には、私は自分の方から名刺入れを取り出して、自分から名刺出したりするんですけど、そう。でもね、なんかどうするか困って、例えば一緒にね出演した共演者に私の分まで名刺を渡してみたり、あとは共演者には渡して私には 名刺を渡さなかったりとか、あとこうやって机に置いてねそのまま帰っちゃうみたいな。いや、そっちの方が全然分かりませんからみたいなね。後から片付けてたら、この紙何ですかみたいな。さっきの人の名刺だよみたいなね。はい。それとかね、結構ね、お店とかでも、私なんかはこう領収書をもらったりするわけですよ。ね、で領収書をくださいって言って、私がお金出して、私が領収書くださいって言ってるのに、ね、私と一緒にいる別の人に領収書を渡したりとか、ね。まあ、正直言って、あんまりなんか気持ちよくないですよね。以前ライブハウスで演奏終わった時にお店の人がいわゆる謝礼ギャランティーをね私とその時一緒に演奏した共演者のギタリストさん、うん、昔一緒にちょこっとやってたギタリストさんなんですけど、その人にね私に言ったことがあって、そしたらそのギタリストさん、あ、偉いなと思ったんですけど、いや、僕は今日は彼って私のことね、彼からオファーを受けて演奏に来てるから、これは穴澤さんに渡すのが筋ですって言って、その後お店の方がこっちに来ましたけどね。そうなんですよ。なんかね、やっぱりね、そういうのはね、私たちにとってもあまり気分が良くないのでね、はい、言葉で渡してもいいですかって言えば済むことなので、ぜひ皆さん視覚障害者の人本人に渡してあげてくださいということで、今日のお話面白かったらぜひいいねボタンを、そしてチャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。アナコでした。